トスコーイ。はい。あ、こんにちは。たまに外れるときは、今 YouTube の、料理のチャンネルしてるんですけど、うん。めっちゃこれ、私がワクワクで作った思っても、全然再生回数が動いてないときに。これ、あるあるじゃないですか。はいはい、初めの一歩踏み出したときに、うん、ワクワクしてやったから、これ、ね、ワクワクしたんだから、これうまくいくぞと思いきや、うん、この YouTube の再生回数が伸びないって言ってるんですよ、うん、でそれについてね、こう回答してるんですけど、うんうんうん、またで、そのボルテックでやってた時の考え方は何ですか、うん、あれなんでってなんで、うん、なんでって思う、まあ、それなんでこれが再生回数少ないのって、うんうんうん、もっと見てもらえるはずなのにみたいな、あ、そうそうそう、自分がワクワクで出してるのにって、うんうんうん、その当てが外れるというか、うん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 、うん、そういう時、それははい、あれですね、想像の回転遊具の話になるんですけど、はい、エネルギーが最初小さいんですよ。もう物事っていうのは動かした最初って、はい、回転遊具公園の、うんうんうん、めっちゃ重たいじゃん最初って、うんうん、はい、でそれがなんかくる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 、なんか自分でぐるぐる回してたら いきなりなんかスピードがつき始めて、うん、パーンってある時手離したら勝手に回り始めるじゃないですか、うん、はい、エネルギーってそういうもので、はい、なんか一瞬ワクワクしてなんか動かしたものって、はい、全然弱っちいんですよ。でそれをみんななんか分かってないからすぐに止めるのよ、その回、これあるあるじゃない、うん、ワクワクしたらすぐこううまくいくみたいな、うんうんうん、これね、要はこう喋ってる通りなんですけど、こう加速がつくまではちょっと時間がかかるんですよね、うん、物事の動きが遅いんですやっぱり最初、うんうん、っていう。でもこの後に言ってるの、100回上げてるんだって動画を、うん、そしたらさすがにと思わない？確かに、うん、思うでしょ。そう、もうそれについて回答してます。遊具をでも結構もう去年8月からしてて、うん、一応100動画上げてるんですよ。うん、でも多分上げるたびにそれ思ってるでしょ。あ、思ったり、なんかこう上げるたびにボルテックスから外れてると思うよ、再生回数を見ては。これだから結局アクセルとブレーキがずっと踏まれた状態で進んでやってませんか、まずこれ。うん、ね、数はこなしてるんですよ、100個、はいはいはい、だけどこの方の場合ワクワクして、弱いエネルギーでワクワクして出した後にすぐに引っ込めて、うん、で2個目やってすぐに引っ込めてっていう、うん、あ、もう人生は歩いてこない、だから歩いて行くんだよ、1日1歩みたいな、3日で3歩みたいな、3歩進んで、まあね、回転遊具だと1歩動かして止まってみたいな、そうです。感じ？そう。だから回転遊具ってちょっと動かして止まったらまた同じじゃない？うん、そうだね。同じでしょ？それこうグーって、そうグーって押し続けることが大事じゃん。うん、だから要はその抵抗のエネルギーの方が出しすぎてるから、これをアクセルとブレーキっていう言い方として知ってるんですけど、ごめんね、歌がなんか全然よくわかんないんだけど、うん、なんか言いたかったことわかる、うん、なんか3歩進んだのに4歩下がったみたいなことをやるから、うん、それ進まんよっていう感じ。ごめんなさい、何の歌かももはやわからない。一応私アーティストです。さあ行きましょう、うん、そうです。あげ、ま、ワクワクしてあげましたで、うん、再生回数見ました、うん、それで、あ、ワクワクしてあげたのに全然増えないっていう、うん、引っ込めるみたいな。あ、うん、わかる。そうだから見たらダメだなって思うんですけど、でも気になって見ちゃう、うん、それなんかじゃあさもっと言うんだったら、増えたところで何になるんですか、うん、やっぱり、はい、ここですね、広告がつくまで増えたい。広告がついたら何になるの？収入になる。広告がついたら収入になる、うんうんうん、でも別に、うん、YouTube で広告収入じゃなくてもいいですよね、それ。うん、そうです。そうですよね。そうです。なんかそれはそれで楽しい、自分の趣味、うん、趣味っていうか、うんうん、なんていうの、楽しいって、なんていうの、きっとさ、エネルギーを出すすごい、さんの中ですごいツールになってる、うん、なり得てるのに、うんうん、なんか収入がひっついてるから、うん、なんでなの、なんでなのが出ちゃうわけじゃん。うんうんうん、であれば、うん、そもそも、
逆にそれが収入から遠ざかってるあれだから、 YouTube で広告収入っていうそのなんか道筋をそもそもやめた方がいいですよね。どうやっ、わかります、これ、うん、これここすごい大事なんだけど、はいはい、え、 YouTube で広告収入、いやいや、だからそのさ、あの楽しいってエネルギー出てるわけ、上げるときに、うん、なのになんで伸びないのってなっちゃうのって、楽しいってエネルギーのエッセンスとしてこの YouTube のツールを使えばこの人にとってはものすごいいいものなのに、はいはい、要はそれで収入にしなきゃってなってるから、楽しいっていうのを出せてるのにあえて収入が気になるから引っ込めるんよ、うん、だからだったら楽しいってやれてるYouTube を収入を切り離して楽しいっていうエネルギーを出せるツールだけに考えておけば、うん、もう要は出しっぱなしで回転遊具が本当は回るはずなの、うんうんうん、っていうことが言いたいんですよ。で、それが、この彼女の中では今は YouTube で上げて再生回数が伸びたら収入が増えるっていうこの人間の頭のルートが計算式が壊れた電卓でそれで弾き出してるから、うんうん、もうそれしかないと思ってるわけよ、うんうん、だからどうやってを考えるなっていうことを言ってるんですけど、その道筋しか考えれてないから、そう、ね、収入源が、はい、一番最高な形は何なんですか、うん、最高な形はそういう自分が楽しいことをやりながら収入を得る、うん、得る、料理をしてるのが楽しい、うん、まあ料理っていうか、この方のちなみに上げてた動画はその時韓国語の料理を作って、あ、見たことある、見たことあるでしょ、韓国語の料理を作って、うん、韓国料理を作ってあげるってで説明していくっていう動画を上げてました。100個動画、うん、8月からね、うん、なんだろう、アフレコとかYouTube 作る時のアフレコ、うんうんうん、他には他にはライブ行って遊ぶ、うんうんうん、遊ぶこと、うん、海に行って旅行行ったり、うん、で友達と喋ったり、うん、化粧も好きだし、うん、まあ、歌を歌うことも好きだし、うんうんうん、うん、海でぼーっとしたり、それ多分今きっと全部できていますよね、うん、多分聞く限り、まあそうですね、まあ、なんかがあれやな、なんかがモヤモヤするな、なんだろうな、ちょっと待って、お金が収入があったら何をしたいんですか、もっと遊びに行きたい、どこに、海外、海外に行って何をしたいの、もっと自然の中でゆっくりしたい今は自然の中じゃないんだ、自然、まあ山と川は横にあるんですけど、もっと、うん、もっと自然、もっと自然なんか綺麗な海とか、もっと綺麗な海とか、うん、海が一番好きですね、もっと綺麗な海を、うん、もっと近くで感じたい、でも自然の中に今いるんだ、お家は兵庫県なんで自然っていうか、まあ自然もある、まあ、近くにすぐ山と川が見えるから、どこに行きたいもないじゃん今、あのなんか今よりも、今よりもなんか綺麗なとこ行きたいみたいな、なんていうかな、明確さがないっていうか、ここの海に、例えばそのバリの、バリ島のあそこのロケーションが見たいとか、でもダナンに行きたいんです、あ、ダナン、あ、それ、はい、それは旅行代はいくらなんですか、あ、行く予定で予約してたんですけど、うん、キャンセルな、コロナで、うん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 、それ行く、じゃあお金はあったわけですか、お金あります、はい、シュ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 収入が欲しいって言ってシュシュ収入があったらダダダダナに行きたかったけど、もうそもそもその収入があるのよ、まあ1回は1回とか2回とか3回とか行けても、もっと好きな時に、はい、もっと自由に行ける、ダダダナに住みたいわけとかじゃなくて、住みたいわけではないです、定期的にそういうところに行きたい、何回かそれ行けるっていうことは、前は行けてるよね、前は働いてて貯金があったん、あ、貯金してそれを今使ってて、で今はもう仕事全く辞めちゃったんで、うん、うん、だからもういつかは、いつかはっていうか収入がないと、でも働きに行くのも嫌だし、今は、でも今はありますよね、あ、そうです、今はあります、今ですね、うん、そう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 、はい、多分結構内々系の病気になってるから、うん、まあとここもポイントですね、あの行ける収入が、てか行ける収入がっていうか、お金もあったわけよね、その旅行に行く、うんうん、でさらに今貯金もあるわけよ、でも仕事辞めたからこれからがなくなるっていう、あなたもちょっとまだあるよね、少しこれからなくなる系みたいな、うんうんうん、っていう、いや、あるよねっていう、うん、あのこれからがどうじゃなくて、あるものはあるよねっていう
で、それを未来に飛ばして、未来のこのままだと全部なくなっていくってやると、今あるものすらなくなっていくんよ。わかる？今あるものがたくさんあるのに、未来にこれからなくなっていくってなると、今本当はあったはずのものもないように見えてくるんですよ。これ内々系の病気ですね。内々系の病気。で、これをやる限りは何を手にしてもなくなっていくから、無駄なんですよね、動きが。はい、あるから。ある。あります。今あります。いけてるし、ちゃんと、海外にも。はい、で今実際お金は手元にあるし、そうですね、で、はい、そんなことを言うんだったらもう全人類がこれからなくなるんですよね、うん、まあ、コロナじゃなかったとしても、うん、なんていうの、だって会社だって永久雇用とか終身雇用とかでも、その大企業もいつ潰れるか分かんない、コロナじゃなくたっていつ潰れるか分かんないわけだ、うん、でも、はい、永遠にその大企業があると思い込んでるから、お金は永遠に入ってくるって思ってるだけで、うん、そんなの誰しもが、同じ条件で、この先のお金のことなんで、コロナがあってもなくても分かんないんですよ本当は。だけどその時間っていう、こう未来のことに意識を向けて、うん、このままだと減っていくみたいな、でなくなってしまう。でこの考え方といつまでたってもお金持っててもそれが消えないから、うん、ないっていうふうに、結局ブレーキ踏んでるってことですよね。そうだから、いつもその多分、の場合はそのお金がメインイベントになってるから、きっと、あ、 YouTube のアクセスじゃなくて、はい、さっきのアトピーで言うとお金がメインイベントになっちゃってる人だから、はいはい、お金のことを考えれば考えれば多分嫌な気分になりやすいと思うんですよ、はい、なので一旦それを置いて、これについてはその要は恋愛がメインイベントの人と、病気がメインイベントの人と、お金がメインイベントの人と、なんかね、いろいろジャンルがあるんだよね、うん、その人にとってのものすごい大きな問題としているようなもので、それに取り組みがちなんだけど、一番ハードル高いから一旦脇に置いとくっていうことが、すごい解決が一番早いんですよ。一番問題としてるから、多分自分の中でなんとかそれをって言ってそれに着手するんだけど、多分考えれば考えるほどその解決策が見出せないから、多分嫌な気分になるんだよね。そうするとまた問題が大きくなっていくの。なので、お金がものすごい自分の中でもかなり抵抗が強いのであれば、コーヒーを飲むことで緩和していくとか、その体のことで病気のことをずっと考えてしまうようであれば、その音楽を聴くとか、その別のことっていうので、自分の周波数を変えていくっていう、あと、あんまりにも考えてしまって他のことも考えれないようだったら、昼寝するっていうのがもう一番いいですね、ということです。で、はい、ボルテックスに入るツール、ダナンのことを考えるとか、うん、近くの川に行ってぼーっとするとか、うん、そういう時間で、その時にもう今に意識を向けるっていう、今を感じるっていう、今を感じる多分トレーニングで、そうすると、ありました。あるあるあるっていうのに目が向けられると、はい、今あるある、うん、そうすると、なんか知らないけど、その再生回数が勝手に伸びて収入になるのか、どういう展開が、その道筋なのか私には分からないから、うんうんうん、エッジが出てきますよ、いろいろ、はい、ご自身でこうボルテックスの中に入っていると。でも、はい、多分本当の望みじゃないか、叶ってないだけで YouTube で広告収入っていうのが、うん、まあシンプルにそれだと思います。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。これちょっとそういう時間あるある、今あるある。そうすると、なんか知らないけど、その再生回数が勝手に伸びて収入になるのか、どういう展開が、はい、道筋なのか私には分からないから、うんうん、ほら、どういう展開になるのかっていうのは道筋は分からない。いや、ルートは人間が考えることじゃないから、うん、とにかくその、この人には今あるものに目を向けて、今に意識をっていう、で、ボルテックスに自分が入れるツールっていうのをこう使ってくださいねって言って終わってたのが5月だったんですよ。で、ちょっとなんかわかる？うねうねした感じが。うんうん、あ、ね、他のね、ちなみに他の前後の回っていうか、これ38分ぐらいあるんで、これすごくいい回なんで聞いてほしいんですけど、結構ね、この方だけがなんかちょっと、もやっと、なんかしたまま終わっちゃったなみたいなのがあったんですよ。聞いてるとわかるんだけど、うん。その方がですよ。また別の話になるの。
で繋がっていくんだけど、去年の5月ぐらいからそのコロナロックダウンいろんなものが重なって、もうそのニュースが暗いものばっかりで、結局閉塞的な社会になって、あの命を絶つ人がこうね、私たちの目にするネット上のあの人とかっていうのがこう立て続けに起きたじゃない、うんうん、っていうのをこう見ていて、いや私の中でこう今こそこのハッピー理論じゃないかって思ったわけですよ、うんうん、でもじゃあこの、クローズドコミュニティをこうまた大きく広げるっていうことはちょっとやっぱ私の負荷がでかいしね、その対応もできないから、うん、連絡もめっちゃ来たよみんなから、何々さんがハッピー理論知ってたらすごい変わってたんじゃないかとか、気が楽になってたんじゃないかとか、やっぱりみんなの反応は最初のうちはお金払ってね聞いてるものをみんなに渡すってとかってやっぱ出たわけよ。まあ当たり前だよね、うん、その高いお金払ってるわけだから。でもそれはあなたの中でもないですかって言って、そのこれ知ってたらもっとみんな楽になるんじゃないかって言ったら、やっぱみんな思ってたわけよ。もっといい風になったらいいなって社会が、うん、っていうのは誰もがやっぱ思ってたから、であればその、自分のものが減るとかそういうあれじゃなくて、あのシェアすることで何が起きるか実験してみようっていうスタンスで、あの情報回帰に踏み切ったんですよね。でそれを皮切りに HTL の情報の YouTube がブワーって上がり始めたのよ。いろんな人が YouTube のチャンネルを作って、例えば今見せたこの、編集してくれてるニョルチャンネルっていう、あのよく私のイラスト描いてくれてるなるみちゃんっていうんですけど、いや彼女が最近私の本家がね9200人なんですよ、ハッピー YouTube、 私の YouTube、うん、ニョルチャンネルが抜いたんよ。うん、ニョルってなるみちゃんっていうイラストレーターさんがやってるニョルチャンネル、本家が9200人なのに対してニョルチャンネルが9300人いってるんですよ。もうすぐ1万人ですね。でそれをやってたら、見てこれ 1.28 万人なのよ。さあここで話戻りますよ。これあの人なんよ。あららら、すごいんよ。でこの話に行き着くわけよ。韓国料理の人ね。そう、すごいでしょこれ。ほらニョルチャンネルが来金しました。ルートは考えないってこういうルートになったんよ。だから、うん、ボルテックス背負い投げしました。その後この YouTube の情報解禁が出ました。それでこの人はやり始めました。そしたらもう1万人超えの登録者数で、すごくない？さっきの人ですよこれ。だからこれがルートは考えないってこと。聞いたの、頭の中、あのボルテックスの背負い投げから変わったからこういうことが起きてるはずって言って聞いてみたんですよ、うん、そしたら連絡くれましてですね、あの背負い上げの後からルートは考えない、今を生きることに集中し始めました。で私がその考えつかないルートで来たねっていうのを返したんですけど、もう少し考えてみました。料理の YouTube、 韓国料理のね、うん、最初は楽しかったのですが途中から面倒になっていることに気づきました、うん、本当は気づいていたけれど気づかないふりをして意地になっていたと思います、うん、これあるあるじゃないですか、うんうん、ワクワクしてるはずみたいな言い聞かせ。 YouTube のここがね、この人天才だと思った。YouTube の動画作りを細かく分析すると、食べることと編集することは好きでしたが作ることに楽しさをそれほど感じていなかったと気づきました。これめっちゃ自分の行動を分析できてるよ、うんうんうん、要は食べるのは好き、韓国料理を、でそれについて編集するのは好き、ただ韓国料理を作るっていう行為にワクワクしてなかったんですよね、うんうん、で彼女は結局作る行為を通じた YouTube にしちゃってたんよ。はい。で、これです。それに比べて、うん、HTL の動画編集に関しては、作業的に聞くことが一番に来る。そうだよね。その、何をあげようって言って、HTL の情報の内容をまず聞くことが一番に来るのですが、もともと HTL の YouTube を聞くことは私のソースタイムでした。うん、要は、すごい好きなんだよね、聞くのが、配信を。で、そして、配信を聞くのがまず好きっていうことと、編集作業は好きで、編集作業も他の YouTube に比べて高いスキルはないのですが、自分が聞きたいところを聞きやすく短く編集する、その要点をまとめるのが好きなので、いろいろ試行錯誤をしながら今の形に収まりました。そうなのよ。あのですね、これね、比べてもらうとわかるんだけど、ニョルチャンネルとかアニメーションだし、スピリチャンネルなんて、見たことある？スピリチャンネル。うん、これすごくない？このアニメーションのスキル、うんうん、に比べると、ただ彼女は自分の聞きたいところをめっちゃ好きっていうところをすごくちゃんとやってるんだよね。うんうんうん、
で、それを編集するのが好きなんよ。で、聞いてるのも好き。だから、好きかけ好きかけ好きがちゃんと集まってる。で、それと並行して、実生活でエゴ金満を沈め、今を大切に丁寧に感じること、ヘルツを上げることに集中した結果だと思います。なので、この、やっていることの、細かさを見ていくのすごく大事だし、うん、それについて、さらに、こうやって、実例が出てるじゃん。韓国の料理あげて、100個もあげてるんです。ワクワクしてやったのに、再生回数伸びません。収益にならないんです。っていうからの、全然思いもつかない、そっから、YouTube のね、情報公開が入ったことで、この人のチャンネルが、1万人超えて、収益化されたっていうのって、うん、ルート考えれんくない？もう、悩んでる時のさ、感じだと。うんうん、ブラボーでしょ、これ。これか、もう、もはや神回でしょ、これ。こういうこと、だから、YouTube とかに限らず、なんか、自分の実例に当てはめてみてほしくて。まず、最初の一歩踏み出して、ワクワクしてやったのにうまくいかないって言って、せっかく出たエネルギーを自分で引っ込めてませんか。で、動くたびにそれをやって、回転遊具を押しては止まって、押しては止まってやってませんか。で、それが結局収入につながることっていうのがネックになって、抵抗のエネルギー出てませんかっていう。楽しいっていうエネルギーが出たんだったら、もうそのままほかっといてくださいよっていう、これすごい話ですよ。で、このニョルチャンネルのなるみちゃんもなんですよ。同じこと言ってたの。この人は、自分でも言ってるけど、コミュ障なんよね。うん、知ってるよ。知ってるでしょ。めっちゃコミュ障なんよ。で、なんかいろいろうまくいかないんですよ。人とね、やりとり難しい人だから。で、今、田舎にいてさ。で、彼女はあの夢は、もう家にいて、ね、月に20万とか稼ぎたいっていうのが夢だったんよ。で、その後、T シャツとか作ってるよ。いろいろ自分の、うんうん、であれ自体はその完売もしてるしゆっくり売れててあれなんだけど結局続いてないよね、うん、でもあれによってまた回転遊具がこう動いたんやの人、うんうん、でその後に結局これになってるんよ。この方は島に住んでるね。確かね、島でしょ。引きこもりですよ。全然この人イベントとかも全然来ないし、関わり合い基本ないみたいな、皆さんと。この人着実にさ叶えてるよね。そうなんだよ。私初めて会った時名古屋で会ったんだよな。でもお金ないみたいに言ってて、なんか謎に1万円あげたんだよね。したその時島暮らしたいって言ってた。した1年後ぐらいにちゃっかり四国の島に住んでて、島住んでるよね今ね。しかも大家さんにもすごい可愛がられてて、うん、めっちゃいい環境で。そう、島暮らしですよ。イラストも可愛いからさ、うん、なんか知られてるよね。結局さ、スピリチャンネルの登録者数とか見る回数が増えたらニョルチャンネルが出てくるんよ。うん。でニョルチャンネルが出てきたらHTL フィロソフィーも出てくるわけよ。要はみんなで勝ちに行こうぜみたいな。そしてですね、もう一人引きこもりで やりたいってもうガンとして動かないこの大島智子。大島智子さんのチャンネルもね5000人超えてるんですよ。この人も田舎の主婦。でもこれやっぱ共通してるのは、まずこの YouTube に関しては自分の好きなところを自分の好きなようにちゃんとやってる人たちですね。だからサムネイルとか1個撮ってももうきちんとやってるもんね。それファンがつくわっていう。だからその人の視点でこうやってるんですよね。こうでね、うん、それで毎日 DM 来るわけ私に。 HTL の皆さんが上げてくれてる YouTube で本当に救われてますっていう DM がめっちゃ来るわけですよ。結局情報公開したことでたくさんの人がそうやって救われて、ありがとうって言ってるわけ、このチャンネルたちに。で喜んでる。でさらにこの人たちはこの人たちでお金がちゃんと入ってきてる。めっちゃウィンウィンじゃねこれ。うん。そして誰かが伸びたら自分のところも伸びてくるっていうさ、なんかもう勝ちやん。すごい勝ちやんこれ。お上手。さっちゃん結構見てんだね。いや見るよね。いやコメントが嬉しいからさ、結局コメント見に行ってるんよ自分の。もし私ってハッピーちゃんだからっていうのがまかり通っている世界なら私が一番登録者数が多いはずです。でもエネルギーなんですよこの世は。だから私 YouTube にエネルギーが全く乗っていないから、本家よりもこのエネルギーをかけてる人たちののがブワーって伸びてるわけですね。だから人それぞれ違うんだよね。もうそれにエネルギーが乗ってるかどうかっていうことだよね。特に今さ、もう時代はみんなが敏感になってるから、まあわかるね。みんなが敏感になってるから、心が入ってるかどうかっていうのは、結構、もう、バレてますよ。バレてますよね。だからさ、大事よ。楽しいって出たエネルギーを大事にそのままにしてあげるっていう。引っ込めないでっていう。こんなんして何なのって、うん、もう、うん、やると
3歩進んで4歩下がるみたいになっちゃうから。そう、だからそもそもの原因がルートを考えるからだと思うね。毎回これをしたらこれになるから、こうなりたいからって言って、それを連動させるから、いつの間にか楽しいっていうものが、そうならないって言って楽しくなくなるわけじゃん。このルートは、そうじゃない可能性のが、なんか、人間の頭で考えることって本当に、しょうもないから、ルートは考えないんですよ。マジで。ルートを考えるから、今のこのやってることを握りしめて、それになるためにやらないとみたいになって、楽しいってせっかく一瞬出たのに、はい無理みたいなアクセルブレーキ問題が出てくるね。だからニョルチャンネルのさ、なるみちゃんもさ、家にいてどうやって20万稼ぐんだろうって、なんか昔やっぱすごい言ってたんだよ。それすっごい覚えてるもん。叶ってるじゃん。まさかこんな感じで叶うとは誰も思ってないよね。これこういうのよくあるある問題だと思うんだけど、減るみたいな、そのちまちました考え、お客さんの取り合いとかっていう言葉とか、これ聞いて気分いいですかって私いつも思うんですよ。なんか読者さん取られるとかお客さん取られるとか、そういう言い方をなんかされるたびに本当に気分が悪かったの。何それみたいなってなった時に、エイブラハムの宇宙のリソースは無限っていう、一人一個の無限のパイがあって、その人と取り合うことは全くないっていう、もうその考えが私も大好きすぎて、うん、だから初期からそれをさ、何採用してね。だって誰かに取った取られたとかって、それで気分いいと思う人逆にいるのって思うんですけど、だからね、内容が同じ問題とか、一緒のものを近くの人がやってるとか全く関係ないから、全く関係ない。その人が作るものはその人しかないから、一人一宇宙だから、レッドオーシャンとかないから、もういつだってブルーオーシャンだから。いつだってブルーオーシャンだって一人一宇宙全部使いこなせるんだもん。いつだってブルーオーシャン響いた。気分よくない？いつだってブルーオーシャン。そう、だから今回の HTL の YouTube だってみんないろんな人が上げてるかもしれないけど、その誰かの登録者がね増えたら自分のが減るんじゃなくて、その大島さんの YouTube が増えたら京香さんの YouTube のチャンネルも増えるわけよ。でよっちゅけのあのやつが増えたら夜チャンネルだって増えるわけよ。全員で勝ちに行けるわけですよ、こうやって。別にそういうのを見てたらさ、イラストがまとまってるのがまたさいいなってなってさ、稽古のさんのイラスト集が売れるわけですよ。で、だからブログをね書いてる石橋さん、石橋優子さんっていう人のブログすごい上手なんだけど、文章、うん、その人は自分の文章を書きながら、よく京香さんの、YouTube チャンネル貼り付けたりしてるわけよ。この今日の話はこれですみたいな。めっちゃいいね。めっちゃいいでしょ。そうすると結局自分の文章も分かりやすくなる上に、その紹介された YouTube の人のところにその人は見に行って、また分かりやすいっていう、もうウィンしかないウィンしかない。